皆さんこんにちは、Pレジェンド大林です。今回はですね、筋トレをいつやるか、まあ一日の中でどの時間帯にやるかというお話をさせていただければなと思います。いつトレーニングするのが効果的なんですかとか、逆にいつやったら良くないんですかとかですね、よくそういう質問をいただきますので、これについてねお答えをしていければなと思います。まずですね、いつやるのが一番効果的なのかなんですけども、これはトレーニングが続けられる時間帯にやるのが一番効果的です。トレーニングってやっぱりですね、成果が出るまで続けないと意味がないんですね。なのでこの時間にやったら効果的だから頑張ってこの時間に行くっていう風に無理をしてやったところで長いこと続かないんですよ。それよりはちょっと効果は落ちるかもしれないけど、無理なくジムに行けるトレーニングできる時間帯にしっかりトレーニングをしていただいて、それを長期間継続していただく方がはるかにですね、長期間見た時に成果が出やすいものなので、まずはご自身のタイムスケジュールの中で無理なくトレーニングに時間を使える、そういうタイミングを選んでいただいて、その中でできる限り一生懸命トレーニングしていただくっていう考え方でトレーニングの時間帯選んでいただければなと思います。ただしですね、その中でも避けてほしいっていうタイミングがですね3つあります。できるだけ避けてもらえればなというタイミングについてお話をしていきます。まず1つ目がですね、食後すぐのタイミングです。わかると思うんですけども、食べた後すぐ激しい運動ってできないですよね。お腹痛くなりますし、気分も悪くなってしまったりするので、食べた後すぐのトレーニングというのはなるべく避けていただきたい。できればトレーニングは食後2時間ぐらいは空けていただけるといいかなと思います。まあそれが無理でもですね、なるべく食事から時間を空けた状態でトレーニングに入れるように頑張っていただければなと思います。2つ目ですね、起床直後のトレーニングもあんまり良くないです。やっぱり起きたすぐ後っていうのは体とね、頭がまだですね目覚めていない状態なので、起きて30分後に高重量でスクワットとかベンチプレスとかちょっと危なくてできないですよね。なのでまあ起きた後もですね、しっかり準備をして、できればこうエネルギー補給をした後でやっていただきたいので、まあ2時間から3時間ぐらいですね、起きてからこう時間を空けてトレーニングしていただくのがいいんじゃないかなと思います。そして3つ目なんですけども、就寝前、寝る直前のトレーニングです。自宅でトレーニングしてる方なんかは起床直後もそうですけどね、就寝直前にトレーニングっていうのもできてしまうので、寝る前にねトレーニングってやりたくなる方もいるかもしれないんですけども、トレーニングをするとやっぱりね、体と脳が興奮状態になって寝つきが悪くなります。眠りが浅くなりがちになってしまうので、そうするとですね、やっぱり回復が遅くなってしまいます。これもですね、寝る2時間から3時間前ぐらいにはトレーニング終わっていただくのをおすすめしてます。まあこれもね、人によってはね、どうしても夜遅くまで仕事をして帰ってきて寝る前しかトレーニングする時間がこう取れないっていう方もいらっしゃると思うので、そういう方はねもう仕方ないです。寝る前にトレーニングしていただくしかないんですけども、それ以外のタイミングで時間が取れそうな方はなるべく就寝直前っていうタイミングはね避けていただければいいんじゃないかなと。それでは今回はですね、トレーニングのタイミング、まあいつトレーニングしていただくのがおすすめなのか、そしてこのタイミングは避けていただきたいという、こうトレーニングのタイミングについてご説明をさせていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、こういう話題について話してほしいというのがありましたら、コメント欄に書き込んでいただければなと思います。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。